はい、もちもち TV のもちです。現在9月9日のお昼の12時を回ったとこなんですけど、明日9月10日にですね、アクスタフェスタ、ジャニーズのアクリルスタンドが発売される、もういろんなメンバーのアクリルスタンドが発売されるということで、まあ本当に楽しみなんですけど、まあ、とりあえず嵐は発売されないということで、まあそうなってくると、まあ、なにわ男子かスノーマンあたり買おうかなと思ってて、でまあ多分1個1000円ぐらいだと思うんですよ。でどうせなら全員分揃えたいなって思ってるので、まあそうするとまあ人数的になにわ男子かなって思ってるんですけど、詳細のメールが来ないんですよね。だからみんな結構詳細のメール来ない、詳細メール来ないって思ってると思うんですけど、何なんですかね。とりあえず今のシステムのままだと絶対穴があると思うんですよね。なんか転売ヤーが多分一気に買ってって転売するみたいな、数量限定というので多分そういう流れになりそうで、本当にもう開始早々売り切れみたいな感じになって全然買えないんじゃないかって結構恐れてるんですね。もう恐れてるというか、もう本当開始早々にスタートダッシュで買おうとするのはもうすでに諦めてるぐらいの感じで、いや受注生産にしてほしいなって思うんですよね。もう完全受注生産にしてくれなかったらもう買えないんじゃないかぐらいの気持ちでいるので、もう完全受注生産じゃなくて数量限定の先着とかだったらもう今の段階で諦めようかなって思ってます。でつい先ほど12時17分にあメールが来たと思ったら、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブ横浜アリーナ公演追加受付のご案内っていうメールが来てて、まあ最初アクスタフェストの詳細だと思ったので、あ、なんだ、違うのかってなって、アリーナ公演追加とは思って、なんか二度見してしまいましたね。まあ、これはこれで嬉しいので、まあ、申し込むんですけど、まあ、とりあえず、アクスタフェスタの詳細を待ちたいと思います。まあ、嵐がないのがちょっと悲しいんですけど、まあ、他の人たち、他のグループは、結構みんなあると思うので、まあ、皆さん誰々買うとか、もうこのグループごと丸々買うとか、なんかそういう考えとかあったら教えてほしいなと思います。はい、以上、もちもち TV でした。